はい、このレッスンはね、コードトーンをね、まあ、駆使して、メロディをつなぐというね、フレーズを作ってみました。というのはですね、まあ、これコード進行を、まあ、後で見てもらえば分かると思うんですけども、まあ、比較的ね、そんな難しいコードは使っていません。中で、だからまあコードトーンということはね、まず最初のちょっと簡単に4つやってみますけども。最初の、フレーズはね、こういう感じですね。コードトーンに合わせて、ラインを組んでみています。まあ、他のね、その後もほとんどですね、それを基準にしてちょっとこうテクニックをね、入れているんですけども、まあね、あまりにもね、コードトーンばかりやっちゃうとですね、これが実はちょっとあんまかっこよくなくなってしまうのでね、コードトーンをつなぎながら、次のコードに印象に残る音でどれだけこう残せるかとか、ちょっとしたチョーキングでね、つなげるかとか、そういうことを考えるのが一番のね、重要なポイントだと思います。で、まあ、今回僕のフレーズをね、ちょっと参考に、より音を減らしてもいいかもしれないのでね、その辺は自分のアイデアをまた詰め込んでまた練習してみてくださいね。では、デモンストレーション行ってみましょうか。